なんか2人だけの時をちょっと今拝見してたら、すごい独特な空気感でしえ、ちょっと体験するのよくなくない？それ。たよ。体験するの？じゃあ。どうぞ体験する時間。ありがとうございました。はい。よろしくお願いします。お願いお願いししまます。す。どこにいるんですか、2人。え？上です。え、どういうこと？上と下でね。分かれてます。皆様、役名と役柄、自己紹介をしてください。では私からいきます。そうですね。はい。榊地裁白の広瀬すずです。OL してます。オイルしてます。そして、熊沢直達役の大西陸です。高校生です。次、泉谷隼人役の戸塚純喜です。女装して占いをします。女装して占いします。役の東間亜美です。直達くんのクラスメイトをやってます。よろしくお願いします。上の2人は兄弟ですもんね。兄弟ですよ。あの時沖縄から通っててね、亜美ちゃん。そうだ。そうですよ。すごいよね。今は？今は一応沖縄から上京してきまし上た。京して。1年ぐらい経ちました。話変わっちゃってもいいですか？ちょっと待って。どうぞどうぞ。どうぞ。私たちの感想トークお願いします。なんて。いや、舞いか台。がでしたかと。いや、皆さん、ね、たくさんお客さんね、たくさん。やっぱり、映画を見終わった後だから、本当に、しっとりしていたというか、お客さん。浸っている感じがありましたよね。そう思います。僕もそう思います。ねえ。どうでした？あみちゃん。だけのたくさんのお客様が来てくださっていて、嬉しいなと思いました。嬉しいですよね、初日ってなんだか。いや、嬉しいです。久しぶりだったな、なんか僕も、なんかね、皆さんの前で。ちょっと質問コーナーいきます。あいつ、ロからとか、ボ？ロボ？やめてよ。登場人物の中でシェアハウスしたいキャラクターとその理由。登場人物の中で。絶対かあげちゃん。私は榊さんおとシェアハウスしたいです。榊さんのご飯が食べたいです。じゃん。美味しそうな。私は毎日楓ちゃんに会いたい。かわいいからさ、なんかいっぱいご飯とか作りたくなっちゃいそうじゃん。服とりがかとうございさ、ます。いっぱいあげてさ。誰だろう。それこそ、隼人さんとか、もう絶対いたら面白いじゃないですか。これ、そうです、そうです。あら、な嬉んか絶しい。対面白いって。毎あれ、日、笑顔が多くなりそうな。そうでもないみたいな反応するのやめ。いや。みんなでもいいね、なんか皆さん、すごいいい距離感のある人たちだもんね。いい距離感もある。一緒に住める人ってこういう人たちなんだと思います。そして続いて、ポトラッチ堂みたいに自分の家のオリジナル名前が、自分の家オリジナルの名前がついた食べ物ってあります？ないよ。ないでないよ、す。そんなの。思いつかない。ないですね。
こちらからもありません。ないです。終わっちゃった。終わっちゃったよ。次、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 お仕事、ね、次、次、うん、もうないものはないので、お仕事頑張れる理由は何ですか。え、すごい、どんどん人が減ってる。芸術頑張れる理由。あら、お仕事頑張れる理由だって。聞きたい、聞きたい。聞かれた。聞かれた。理由ある。聞きたい。俺はもうあんまり頑張れないから。え、聞きたい。疲れてる。お仕事頑張れる理由。でもね、今日でも改めてちょっと思いました。僕、皆さんの前ね、お会いして、うん、ね、実際肌でこう感じられる時にね、うん、頑張れるなってちょっと思ったけど、見てくれた人とかの感想とか聞くと、うん、結構やってよかったなって思う瞬間はあるかもしれない。あとはやっぱり家族とか友達とかにいつも見てるよとか、そういうなんか身近な人からの声とかも聞くと、頑張れるな、頑張りたいなと思います。あれ、すずちゃんは。逃げようと思ったのに、このまま。でも私は、こんなことになっちゃった。私はなんか頑張れるっていうか、好きなものやったりとか、好きだから別に頑張れるかもっていう。かっこいい。さすがです。かっこいいよ。さすがです。逆に俳優業やってなかったら、役者業じゃなかったら、何の仕事をしてたと思います。何やってたの。私は保育園の先生になりたかった人です。子供が好きなの。大好き。あ、いいですね。お腹鳴っちゃった。通いたいですね。すーちゃん通いたいです。すいません、はい、ちょっとやめてください。お二人はでもさ、まだ高校生だけど、職業とかその考えたことありますか。今からあるの。間に合うとか。続けますね。続けたい。続けたいです。おお、これからも私も続けたいと思います。おお、かっこいい。いや、僕は百姓とかに。百姓いや、地元がね、そう、畑とか多かったんで、皆さんにもお米を届けたかったな。で、百姓。なんか見てる方、質問あります？すごい減っちゃった。すずちゃん可愛いって。うつかさんも可愛い。うつかさんも可愛いですよね。めっちゃ百姓。百姓コメントが。え？さすが。さっきからずっと。ね。さすがコメがね。あれや、あれの役作り聞きたい。確かに。ちょっと気になる。いやいや、しないですよ、役作りとか。もうだってさ、すごいじゃない、あれ。ほんとでもイメージとか、リスペクトを込めてね、自分の想像だけでやってますよ。へぇ、難しいっす。あと一つ質問、ちょっと関係ないけど、お昼何食べますって質問来てました。あ、これから。これ終わったらご飯ですか、私たち。なんだろう。なんだろう。多分お弁当ですよね。お弁当。なんだろう。この夏やりたいこと。この夏やりたいこと。
基本私はインドアなので、はい、ちょっとアクティブに動いてみたい。え、ボルダリングかな。ボルダリング、ボルダリング、いい。じゃあサーフィン、サーフィン。あ、私に提案してくれてるんですか。え、僕が言ってくれすいません勝手に。サーフィン楽しそう。でもねえ、泳げないんだけど。さあ私は、うん、なんか友達と遊びに行きたいです。なんか遠出、どこかちょっと遠いところお出かけ行ったりとかしたいなと思います。やりたいよね。ラスト、なんだろう。いや、もう海行ってはっちゃけたいですね、この夏は。うん、だからサーフィンとか僕もマジでサーフィンやりたかったんだ。誰で言ってくれば。いや、僕泳げないですよ。いや、泳げないね。ダメでしょ。絶対ダメだ。もうなんかお時間が来ちゃったみたいで。あら、そうですか。スクショチャイ。どうします、ポーズ。ポーズ、あ、近く行くのいいね。うん、スクショタイムです。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。え、終わり終わり終わり。ではこんな感じで終わります終わりますよ、お二人いいですか。あ、はい、うん、もういいよ、大丈夫こんなこと言うなよ。ちょっときっともしかしたら今見てくださってる皆さんはちょっともうもちろんっていう感じかもしれないですけど、映画水は海に向かって流れる、昨日より公開しまして、今日が初日、うん、公開記念舞台挨拶を行っております。ぜひまだまだ明日までに特に映画館に足を運んで多くの方に見てもらえればなと思います、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。お願いします。では多分そちらが終わったら終われます。はい、またね。またね。